新女神転生3ノクターン、ここからまた新しい女神の世界が始まりました。この構想は新女神転生2を発売した直後から始まりました。社会的な部分から見ても世紀末という、まあ、ある意味危機感のある情勢の中からいろんな形のものをゲームとしても想像してきたわけですけど、新世紀を迎えて、まあ、明けなくというか、それほどこう世間で騒がれてたほど何かがあったわけではないという状況の中で、またそれも一つの問いかけとしては、今回の新女神転生3ノクターンに込めるターニングポイントになったというふうに思ってます。シリーズ最高のスケールで我々にまたあまりにも大きな問いかけを残していった新女神転生3ノクターン、この大作にどのようなメッセージが込められていたのか。誕生の鍵を握る岡田浩二、そして金子和真、この二人に加え、通常姿を見せることのない開発陣を追いかけることで、その問いの答えを導き出そうと我々は動き出した。2003年2月20日新女神転生3ノクターン発売。メガテニスト新女神転生の世界に傾倒するファンを交渉するが、これほどまでに人々の心を引きつけ共鳴させるゲームとは一体どのようにして生まれたのか。その興味に駆られた我々はある場所へ向かった。アトラス開発部、外部の者は決して足を踏み入れることが許されない聖地である。我々は特別に主要開発メンバーから話を聞くことを許された。正殿のあの女神転生3を、作るにあたって、開発チームの責任者チーフディレクター橋野勝、彼に開発当時を振り返ってもらった。スタッフがですね、かなりその迷ってしまったとか、どこまでやればいいのかとか、あるいは自分たちで何ができるのかといったような、その試行錯誤が結構時間かかって、なんと彼らは本格的に開発をスタートさせる前からその誕生に向けて実験を繰り返していたという。第一段階として今作での最大の変化である 3D 化のノウハウの集積のために、このケルベロスを使用した研究開発用のゲームを2000年の東京ゲームショウに投入していた。まだ全然新女神転生3のゲーム内容が全然決まる前の映像なんですけど、主にはその今まで女神転生っていうと、あの 3D モデルを使った表現っていうのはしてなかったんですけど、それをこの PS2 っていうハードの上にどういう形でその悪魔モデルっていうのの動きを表現しているかっていうので、テストで作ったっていうものですね。東京受胎、ボルテクス会、断り、今作から新たに発生した問いかけの数々、そしてその問いを解き明かす鍵、新女神転生全てを司るプロデューサー岡田浩二。彼は言う、東京はダンジョンであると。新女神転生のゲームとしてのリアリティはこの言葉に凝縮されているのではないか、そう感じた我々は彼と東京の街を歩くことを申し入れた。新女神転生たる世界観を構成する舞台東京、そして欠かすことのできない街新宿。確かにこの地は東京の中でもある種異様な存在感を放つ場所。果たして彼の目に東京はどう映っているのか。歌舞伎町ってあんまり個人的には好きじゃないんですよね。いいモデルがないっていうのもあるんだけど、でもゲームの設定としては、ある意味非常に魅力的でも逆にあって、それが、なんていうか、地味モーリオットでも言うのか、そういう意味では非常に世界観をこう表す部分では面白い街だと思って、それで毎回結構この歌舞伎町っていうのを題材にしてます、ね。主人公たちは破壊された東京から新たな創造へ向かって歩き出した。そして出現したボルテクス街、それはまさに混沌であり
同時に新たな世界を生み出す意志を持った空間であるという我々に突きつけられた問いかけの一つである東京受胎に込められたその意味という。東京受胎の導入を考えたのは、まあ東京という舞台を今回も設定したわけですけど、まあ現実的なその世界の中で異世界にまあユーザーの皆さんをこういざないたかったっていうのが基本にありました。物理的なものがこう破壊されてるわけじゃないんですけど、まあ、社会的な部分を見ても非常に今、まあ、病んでるっていうか、ある意味崩壊しているような部分もあるので、まあ、それに向けたちょっとアンチテーゼみたいなことでこういう東京という舞台の中で東京自体を起こして、そのボルテックス界っていうのを、まあ、今回の新メガテン戦3ノクターンで、表現してですね、またそれをきっかけとして新しい、まあ、メガテンの世界っていうのに持ってきたかったっていうのが、まあ、一番大きな要因であります。新女神転生3の問いをさらに解き明かしていくには、もう一人の人物に焦点を合わせる必要がある。新女神転生の世界観を具現化する男、悪魔絵師と呼ばれる金子一馬。彼は常に開発の中心に位置し、岡田浩二と双璧をなす。で、まあ、今回の女神の話になるんですけど、行きましょうか。彼が最も信頼を置き、過去に6時間ものロングインタビューを行った経緯を持つフリーライター新城健一の手を借り、金子一馬と新女神転生3をより深く探った。丸い内側じゃないですか、うん、気持ち的にはこうアッパー系の上昇志向な感じだと思うんですけど、外へ広がろうと思うと足元の方へぶち抜かないと殻は破れないっていう状態じゃないですか。それデザイン的にすごく面白いなと思ったんですけど、元々の部分でお話の部分から結構考えてるから、うん、で今回のはまあ混沌カオスみたいなテーマ性が最初からあったので、混沌ってなんだろうって思った時にもっと原子レベルに話がいっちゃうんですよ、はいはい、物質がこうバラバラになってる状態、うん、まあ、ある種プラズマ状態っていうか、はいはい、全部がもうバラバラになってる状態っていう時にどうなるのかなっていうふうに考えていて、うんうん、で今人間がすごい元気ないんですよね、とにかく自分の身の回りというか、うん、東京というか、うん、ちょっと前はね、俺のこれ見ろよ、うん、時計見ろよとか、うん、俺の髪型見てみたいな、じゃらじゃらって感じでしたよね。そういう感じでなんかどっか自信持って、うん、いつかこうなってやるぜみたいな感じだったのに、うん、最近みんななんか地味な服装でなんか早く帰っちゃったりとか、はい、人間元気ないと地球も元気なくて、じゃあなんで元気がないのかなっていうと、なんかの通りが悪いんじゃないかな、うん、要するに、うんうん、変な話リンパとかさ、はい、そういうものの何かが詰まってるんじゃないかなっていう感じまで持ってって、うんうんうん、例えば地球の流れの中にエネルギー、まあ流脈とか風水で言えばあるんだろうけど、そういったエネルギーの流れがどっかで止まってんじゃないかなって、うんうん、はい、でその溜まってってるものが一種なんかどっかに集中して集まってきて、うん、そこが一種のなんていうのかな、混沌の卵というか、そのものにはその向かっていく思考性みたいなものはないんですよね。渦巻いてるだけなんですよ、ね、うん、とにかく渦巻いてて、渦巻いてるからこそ形になりたいわけ、うんうんうん、でそこでプレイヤーがその形を作ってくれよっていうゲームにしたかったんですよね、うんうん、そして物語は始まった。主人公と受胎を共に迎える高尾優子というキャラクター、普段は優しく話の分かる先生、しかし彼女の心には闇があり、物語の中で迷走し続ける。だが岡田浩二は言う、そんな彼女こそ今作のキーパーソンだと。ヒロインっていう設定自体を今回まあ、従来のパートナーっていうことではなくて、まあ、違う位置づけでちょっと女性キャラっていうのを設定したいというのは最初からこう決めてたことがあってですね、まあ、それがまあ
今回優子先生っていう、まあ、キャラクターとして存在してて、まあ、実際彼女自体の、まあ、思考というか思想というか、まあ、その説自体が、まあ、断りというものには、まあ、ならなかったっていうのはあるんですけど、今回ゲームで表現しているのをこう皆さんがどういうふうにこう捉えてもらえるのかなっていうのは思うところがありますね。再び開発に目を向けてみる。各セクションが試行錯誤を繰り返す中、最も難航したといわれるシナリオ制作。岡田、金子漁師とともに新女神転生3の世界観、ストーリーの構築からキャラクターの設定まで、2人からあふれ出る膨大なイメージをまとめ上げたプランナー磯貝翔吾に話を聞いた。どうしてもその女神転生というお話の性格上、なんて言うんでしょう、まあ、抽象的だなというか、人間もテーマの中に入るんですけど、神様とか悪魔っていうことがテーマに入ってきますんで、まあ毎回っていうのは毎回なんですけど、まあ、正当な新シリーズっていうところでは苦労するところです。要はお話として展開はしてるけど、それをプレイヤーとしてやった時にそれを面白いと思えるのか、プレイヤーの視点でプレイできているのかっていう部分、そういったところをまあ考えた時に、やっぱりその不完成な部分が、不完成なところが見られるっていうところで、まあダメ出しだったり、ボツの方が当たり前に多いですね。もう昔はやっぱり自分も最初はどこまでのものが作れるか分かんないんでっていうところで、街で巨大戦闘とか言ってでかい悪魔が暴れるとかあったんですけどね、まあこういうの女神転生のお話っていうのはなんか不思議なものの力で出来上がってくるような気が、よくできたなっていうふうに思ったりもするんですけど。確かに人間の根本に迫り、ある意味宗教的でもある微妙な世界観、その制作が困難を極めたであろうことは容易に想像できる。結構普段乗らないように思われてるかもしれないけど、電車はよく乗りますね。渋谷、彼曰くカオスの街。渋谷のイメージは結構若い頃っていうか、学生時代から結構遊んだ街っていうのがあって、まあ、結構好きな街に入りますよね、まあ、新宿だとか、まあ、他のところと違ってまた、そういう若いパワーっていうか、そういう意味合いでの渋谷っていうのをゲームの設定としてこう生かせればなっていうのがあって、まあこの街も結構新女神転生の東京という舞台の中では重要な位置づけかなというふうに思ってます。東京ゲームショーで手応えを感じた開発スタッフは早速主人公キャラの制作に取り掛かった。これからちょっとお見せするのはアルファバージョンって言って、まあ、実際の新3 の完成版とは全然違うものなんですけど、まあ、全然なんかモデルとかも全然まだ仮のやつ、これがフィールですね。上野動物園とか書いてありますけど、実際は完成版にも全然入ってない。実は代々木公園のベースになってるんですけど、まあ、実際にフィールドでどんな動きとかそのゲームをさせようかっていう検証で、まあ、作ったものですね。実際カメラからその動きから全然完成版とは全く違う本当に仮 のプロト版です。アルファ版と呼ばれるこの映像は当時発表されたばかりのプレイステーション2という未知のハードによってどこまでのことが表現可能なのかを探るために作られた。当然主人公のキャラクターのみが決められた段階のため、他のキャラクターは顔に面をつけただけという極めて珍しい映像だ。しかしそこには新女神転生3にかける開発陣の貪欲なまでの意気込みが感じられる。入れ墨に関してはなんかこう
ぱり意味を込めているんで、まあ、悪魔になるって なった場合、僕ら的にはほらデビルマンとか、はい、まあ、羽が生えたりとか、はい、まあ、デビルメイクライとかでも、はい、ダンテが変身するとああなっちゃうけど、うん、ああいう変身って割と分かりやすいなって思ってて、うんうん、そうじゃなくてもう人に近いところで、うん、変身つっても悪魔になるんじゃなく、うん、超越的力を手に入れた存在っていう感じにしてきたかった、うん、超人っていう超人、うん、超人つっても超がつく人はやっぱり何もなくなってくるはずなんですよね、変な話、うん、もっと無駄がなくなってくるから、うん、下手すれば顔なんか何もなくてもいいぐらいな勢いじゃないですか、はいはい、食わなくていいから口もないし、うん、テレパシーがあるだろうから口開く必要もないしっていう感じになってくると何もいらなくなってきちゃうんだよ、うんうん、でもそうなってきちゃうとやっぱりキャラクターとしても問題だから、うん、シャーマン的な感覚にしてこう、うん、言ってみれば神様や悪魔っていうのは台風だったり、うん、地震だったり、うん、なんだろう、雨だったり、うん、風だったり、うん、それの擬人化なわけで、それを仲間にしたり、まあ、戦ったりするので彼は一種の巫女さんであって、はいはい、まあ、風水師でもありジオマンサーでね、で、まあ、そういった人たちっていうのは大概己のパワーを引き出すためなのか何かのパワーを身につけるためなのか大概こうタトゥーをされているので、まあ、そういうイメージからもうこう自分は変わったんだよっていう変化の現れ、変化の現れを己にしてるっていうのを、うん、まあ、自然的に、あれは自分でしたのかどうかわからないけど、うん、自然的にああいう姿になってしまったっていうところに持ってったんですけど、うん、今作の最大の変化である 2D から 3D に起こされ、そしてついに動きを得た悪魔の存在、その200体に及ぶ悪魔の息遣いまでも表現したのは北野誠率いるデザインチームだ。シナリオとともに初期の段階から検証を繰り返していた彼らのデザインワークに迫った。金子のキャラクターをどういう形で 3D 化するかっていうところだったんですけれども、それをやっていく中で、まあ、まず最初その新女神転生3のキャラクターも出来上がってなかったんで、今までのシリーズのキャラクターですね、ペルソナシリーズの、まあ、銀子であるとかマヤであるとか、そういったキャラクターをまず 3D 化して、あの表情の研究などをして、それが、どういった形で 3D 化するのが一番その金子キャラを活かせるかっていうところの検証から始まりました。それでその検証を始めていく中で、その悪魔のキャラクターとかもですね、こういった形でその通るとかですけれども、これはどの程度までリアルに表現すると金子キャラが生きるのかですとか、まあデビルサマナーシリーズのこれはシド・デイビスですけれども、こういった形でちょっとアニメタッチでやってみるのはもう面白いんじゃないかという形でいろいろな作例を用意しました。で、最終的にまあたどり着いたのがこういったようなちょっとトゥーン寄りのシェーディングですね。これを一応うちの会社では、色面分割シェーディングと呼んでるんですけども、これはまあそのトゥーン的なシェーディングをうちの開発プログラムで最も金子キャラを生かすのに最適化したプログラムを組んでもらったシェーディングになります。表現が決まった悪魔をですね、どういった形でその 3D の中で動かしていくか、そういったことをいろいろ検討していく中で、まあ、こういったような形でですね、一つ一つのモーションを丁寧に、コンテを起こして、それを実際に 3D 化していくっていう形をとっています。金子一馬の悪魔絵を忠実に 3D グラフィック化していく上では予想を超えたさまざまな問題を解決していかなければならなかった。このエンジェルなんですけれども、これはまあ最初にこの原画があって、でモデルを作ろうと思った時にこの原画の通り最初は作ってたんですけれども、ちょっと倫理的にまずいんじゃないかっていう話もありまして、この胸についてる布地と同じような素材でちょっとパンツを履かせようっていうことで、ちょっとパンツを作ったりもしてみたんですけども、金子との打ち合わせでちょっとそのままパンツをつけるのじゃダサいから、それだったらリメイクの新女神転生2のエンジェルがいいなっていう話が出まして、実際にはまあこちらがゲームの方に入っているエンジェルになります。物語の核心を浮き彫りにするために欠かせない要素である様々なイベントシーンは慎重に検証が重ねられていた。これはですね、キャラクターがまだ主人公しかできてなくて、それでもまあ
作業制作の進行上いろんなイベントを試しで作ってみなきゃいけない。でまあ氷川っていうキャラクターは設定されていたんですけれど、主人公の方をモデルをちょっと変更して検証で作ったイベントです。ある程度技術的な部分をプログラマーさんと詰めていく上で、まあ、必要な段階だったっていうことです。この見覚えのない 3D ダンジョン、どこか異質に感じるかもしれないが、初期段階ではなんと一枚一枚手書きで書かれた背景が試されていたのだ。全ては悪魔を最大限に生かすため、背景のデザインにも妥協は許さなかった。どういうのが金子一馬の描いた絵にマッチするのかみたいなのを結構最初は協議してた感じですね。一番最初のプロトタイプ版の背景テストです。手書きで全体的に書き進められればかなり面白い感じのゲームになるとは思ったんですけど、スタッフ全員にそれを共有するとなると個人差だったりとかタッチの違いっていうものがどうしても出てしまうので、その辺のところでちょっと断念をしたというような形になりました。 でもここでこの路線が終わってしまったというよりは、ここから発展して現在の新3に落ち着いていったという形になっています。こっちの方はその今まで平面的だった背景が3次元になったことによって、どういうふうな遊びが追求できるのかっていうのをちょっと立体的にテストするっていうのが、まあ結構主眼に置かれて作った、まあプロトタイプ2版みたいなマップです。立体空間であることの面白さみたいなのを再確認したところもありましたので、本作業の方にも、ここまでの立体的なものっていうのはあんまりなかったんですが、ここを彷彿とさせるようなというか、ここでこう得られたノウハウみたいなものを本編の方に生かしていった形ですね。実はこの場面には先ほどの試作ダンジョンの名残が色濃く残されている。カオスの世界が描かれている今作で突如出現した複雑で新しい概念、断り。それは新しく作られる世界の摂理だという。一体彼は断りによって何を問いかけたのか。断りという概念を導入したのは、今回テーマが作り出すという想像なんで、まあそういう意味では従来 その180度考え方の違うローカオスということではなくて、一回こう破壊されたその世界から作り出すという想像の、まあ、同じような方向性の概念を守った人たちがそれぞれいて、まあ、その中で、まあ、主人公であるまあ、ユーザーの方々がどういうふうにそれぞれの導きに対して共感していくのかだとか、または敵対していくのかみたいなことをメッセージとして伝えたかったっていうのがあります。でもその中でもまあもっと奥底にはそういう、まあ、他人の意見だとかそういう社会とかに流されないで、まあ自分の意見をこう持ってもらおうというのが自分の思いの中であります。そういうのをちょっとでも、まあ、感じ取ってもらえれば、嬉しいかなというふうに思います。バトル中に使われるエフェクトについてはさまざまな研究がなされた。ファンには馴染みが深いアギ、グフ、ジオ、ザンなどの攻撃魔法にも当初は実写に近いエフェクトが試されていた。新3ではエフェクトが 3D になった時にどういう印象になるかってことを検証するために、まずゲームに見せてムービーを作って考えました。雪だるまの悪魔でもアギを使うようにもなるし、50センチの悪魔でも5メートルの悪魔でも同じ魔法を使うようになる。そういう時にシステムとしてまたは見た目として成り立たせることとか結構システム的にはまあ大変でした。新女神転生の歴史の上で悪魔とともに重要なファクターであるダンジョン、その制作にも開発者の魂が込められていた。ダンジョンが持ってる死と隣り合わせの緊張感みたいな攻略っていう内容をどういうふうにこの新しい背後の
カメラ視点だったりとか、グリッドマス目でないフルポリゴンのダンジョンっていうものに落としていこうかっていう部分での考察っていうのが、もうとにかく精神的にも作業スケジュール的にも一番つらかった部分です。より細かく、よりスリリングに、彼らデザインチームはフルポリゴンによるデジタルデビルストーリーの世界観を必死になって模索していた。それぞれの思想を、体現する連中が一人ずつのキャラクターじゃないですか、そうするとその思想からキャラクターのデザインとか姿形とか衣装とかもだんだん決まってくると思うんですけど、順序としてはどっちでこう詰めていったんですか。まずこう、最初は思想の部分からね、概念的に考えていったんですか。中身のキャラクターの中身ってどういう行動指針なのか、イサムってなんでこの世界に入ってこういうことするんだとか、こういう行動をするイサムっていうのはどうしてこういうことをするようになったんだろうっていうところから始まっていって、その上でじゃあその子がどういう服装、要するに形になって出てくるわけじゃないですか、その人の道筋っていうのは今こうだっていうところっていうのは、どちらかというとうちのキャラクターはこだわり派が多いんで、そうですよね、生きてる流れを思いっきり出してるんですね、前面に俺はこうっていう、俺はこう、見やがれってやつが多いですよね。そこはちょっとゲームってわけじゃないけど、漫画でも何でもキャラクター性としてこれはサインの塊だから、その服を考えていく上でこう参考にしたものとかそういうのはあるんですか。大体こういうキャラクターだったら、こういう服装するだろうっていうとこから考えてって、多分イサム君はすごく、人にサービスしたいっていうのもあるから、いろんな情報を持ってなきゃいけないし、で自己愛があるからナルシーなわけで、結構そういうの敏感だと思うんですよね、流行とかに。だから流行に敏感なこの服装ってなんだろうって思った時に、割と自分もおっちゃんなんだけど、ブラブラしたりするの好きだから、でお洋服屋さんとか行ったりして、お洋服屋のお兄ちゃんとかお話ししたりするの好きだから、このパンツ履かして、このパンツに合う何だろう、格好は何だろう、でその上でキャラクターとして成り立つサインっていうか、要は口で言ってあれっていう言いやすい、赤いやつ青いやつとかっていう言いやつのやつの中では、じゃあ帽子かぶってるあれとかっていう形で帽子にしてみたりとか、あとはだからシルエットとしてまとめて、くどくならないようにっていう感じで、新女神転生の世界では不可欠とされ、シリーズを通して引き継がれるロックサウンド、今作でも戦闘シーンをはじめ随所からサウンドによる圧迫が高揚感を感じることができる。実はその戦闘シーン一つを撮ってみても驚くほど緻密な工夫がなされていた。サウンド制作、目黒昌司は語る。といった具合にギターをソロ取りまして、こういう曲なんですけども、戦闘がどんどん続いてって、ソロのパートになると最初の時、ある1回目の時はこういう曲が流れて、でまた違うエンカウントの時はまたランダムでどれかが読み込まれて、で頭から再生されるんですけども、こうある部分に来た時にギターソロのところでは、っていう具合にソロが毎回変わるようになってます。でこのソロが毎回変わることで、一応皆さんにユーザーの人に飽きさせないように、いろいろ工夫はしております。で今回は、先頭はこういうロックのテイストで、今までの女神転生のテイストを継承しつつ作ったんですけども、先頭に関してはロックなんですけども、フィールド中は結構静かな環境音で、先頭に入ったらドーンとロックの曲が流れて、メリハリをつけたかったっていうのがあって、今回はフィールドを環境音をメインにしました。そう、開発内においてもサウンドに対するこだわりが強く、彼も苦悩の連続であったという。しかし新たな提案を彼は選んだ。そしてもう一つ、今作の高く評価されているポイントに読み込みの速さが挙げられた。アクションゲームかと思わせるほどにストレスなくプレイできる、その速さの秘密に迫った。今作は今までのシリーズと違って、フルポリゴンで作られていて、そしてプレイヤー側というか味方側 の, プレイヤー悪魔それぞれ
あの数字じゃなくて絵として見えるようになってるんで、あの読み込みとしてはちょっとかなり時間のかかる資料いろいろやってるんですけど、 DVD の読み込みっていうのはあのまとめてデータを読み込むと高速なんですけど、バラバラでデータを読み込むと遅いっていう特性があるんですよね。それであの神妙転生っていうのはあの読み込みと実は相性が悪いゲームで、プレイヤー側の悪魔仲間が自由にプレイヤーの遊び次第との組み合わせが自由になるということで、読み込みを高速にしづらいんですよ。そこをいかに工夫してあのデータを並べる、読み込み順番を工夫するかというのがポイントになりました。さらにもっとあの宮見転生と相性悪いことに、技の組み合わせがあの自由に付け替えられるというところがあって、なんか魔法を使うたびにあのエフェクトとかあの音声とかのデータを読み込まなければならないというのがあるんですよね。例えばあの魔法を打つときに主人公がこう一瞬アップになるんですけど、このアップになってる間にデータを読み込めるようなあのシステムを作る必要がありました。あとはあのダンジョン中でよく使うようなコマンドメニューとか、こういう類の、 あの頻繁に使うところに関してはあの読み込みなしでスムーズに移行できるようなものになっています。神妙転生3、マスター後もあのプレイステーション2の開発研究としては続けていて、もうちょっと早くなることが分かって、まあ、そういうあの読み込み高速化の技術はあの次回作以降に生かしていきたいなと思います。単なるナンバリングではない3という名のプレッシャーに立ち向かうかのように、各セクション、各個人が試行錯誤を繰り返し、その成果をぶつけ合った。そして、新女神転生3発売より遡ること1年半前、ついに一つのデモ映像が完成した。あの失敗はあの許されないっていうものもあったし、逆にあのスタッフの大半はですね、あのメガテン3を作りたくて、入社してきたっていうような若いスタッフも結構大勢います。あの今まで女神転生をその共に育ててくれたユーザーの皆さんの期待をあの絶対に裏切れないっていうようなあのプレッシャーが ありました。気になるその映像だが、実は開発のこだわりから、この不完全な段階のものを外部に見せることを彼らはためらった。しかしこの DVD の趣旨に賛同してもらい、特別にほぼノーカットで公開することを許された。まだノクターンとも名付けられていない新女神転生3の卵と言うべき映像、それではご覧いただこう。
ここからマスターアップに向けて本格的に開発がスタートした。しかし開発スタッフにとってはここからがさらなる試練の連続、まさに破壊と再生を繰り返した。全ては真の女神転生になるために開発は加速度的に進んでいき、そしてNo.1, ベルファーレシークレットイベント。何よりこの完成の時を待ち望んでいたのはメガテニストたちに他ならない。人生変わったゲームって感じですね。本当に青春時代をだってメガテンと共に過ごしてきてしまったので、まあ青春ですね。あの心の教科書みたいな、自分の教科書みたいな感じですね。世界観がすごい好きですね。悪魔の感じとか今時のなんか東京の感じとか、人生観みたいなのを考えるきっかけにはなりました。女神転生やっても2やってもソウルハッカーズを全部やっても答えは出ない。人間のこう精神とかの深いところがついてくるじゃないですか。その辺がすごく好きですね。刺激的な芸術って感じですね。はい。岡田浩二との東京探索もとうとう最後の場所である招かたの聖地浅草。同時にここは彼の生まれ育った町でもある。そんな思い入れのある町だからなのか、彼からこんな提案があった。ここからはどうしても一緒に歩きたいやつがいると。そう、金子一馬である。心なしか彼の表情が緩んだように思えた。いやー、なんちゅうか変わんないよねこういうのとか全然変わんないよね。あのね、真似方はね、ちょっと大元から話すと長くなるんだけど、ちょっとここの近くにある羽黒川をキーにしてここら辺を聖地にしたんですけど、ちょっとねこう女神転生というか女神転はねクールなイメージで行きたかったんだけど、クールなのかな浅草って。違う意味でクールなの本当かな。こういったセンスっていうかね、江戸の粋っていうのはね、やっぱりなかなか、ほら結構こういうのがさ、ある種フィギュアだよね昔のね。もうこの裏の境内で野球やってた状態だからね。あ、そう、僕はあの小学校で飼ってた亀をですね、浅草寺の池に放しに来ました。あ、これは C3PO なんですかね。これこそ何マネかな。これいいんですかね今ね、これね。岡田浩二と金子一馬、どちらが欠けることなく二人の因果により作り出された新女神転生シリーズ。二人はその長い時間の中で何を問い続けてきたのか、その答えがそろそろ聞けるのだろうか。3になって何年ぐらい経つっけ？3まで。もうだから新女神の挽回だともう11年とか。11年、まあ、今後って形ではいろいろまたあるんでしょうけど、そういうのは、まあ、もちろん僕はいろいろ考えてるけど。もちろん僕はあるんでしょうね、そういうの。でも結構ね3はもういろいろチャレンジした部分の内容みんないろいろな解釈してくれて、具体的な話で言っちゃえば4だとかね5だとかね5、まあまあよそだと10の2とかさあるけどさ、まあ10、2とかね、まあああいうやり方もありだしさ、まあ、うちもほらペルソナで罪だとか罰だとかやったりしてたけど、まあ、そういった、まあ、他にペルソナ今やつね、続く人もだからデビルサマナーとかね、やっぱそういうシリーズももっともっとやりたいとは思うんだけど、また全然違うやつだってあるじゃないですか、うん、だね、若手にこう任せていくっていうのも
どんどんしたいとは思うんでね、何でもかんでも岡田金子って言うんじゃなくてね、思想めいたものみたいなのがやっぱりあったりするっていうのは感じられてるみたいだけど、その辺はどうなんですかね。まあある程度自分たちの答えがあるにはあるけど、あんまりそれを固定化しちゃうよりかはユーザーの人たちが、まあ、結論というかね、あるものをこう見出してくれればみたいな問いかけのつもりでいるから、結果的にないっちゃないっていう感じで、ないようなところもなんか感覚的に捉えてほしいというというか、そう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 、自分なんかは最終的にやっぱりガッツ出して頑張ればなんとかなるんだぜみたいなところに持ってきたいっていうのはあるんだけど、そこに至るところにはやっぱり世の中ね、実際綺麗事ばっかりじゃないじゃないですか。いいことなんてはっきり言って生きてて数えるほどしかなくて、でもそれでも頑張んなきゃいけなくて、いいこと探していかなきゃいけないわけじゃないですか。ここで例えばまあ人と、まあ、こういう形で出会ってゲームを作ってる形になってるわけだけども、ここで出会わなかったりすればこれはまた違った選択肢になってて、女神転生っていうのはできてなかったかもしれない、まあ、できてたかもしれないけど悪魔絵師じゃなくて、ね、もしかしたらファンタジックな、ファイナル女神みたいな感じなのかまあ、それの方が売れてたりしてそれは悔しいなって、いや結構いつも考えてるんですよ僕はこうじゃなかったらどうなのかなっていうの、出会い別れその時の選択肢っていうか、はい家だよねゲームで言っちゃうところの、だそういった意味だと今後どういう選択肢みたいなのがあるのかなみたいな、ジャンルにこだわってるわけでもないけど、やっぱりそこをこうね伝えるたいっていうのもあるから、まあある意味結果的にロールプレイングっていうものになってるのかもしれないけど、なんか考え方とか生きる上でってわけじゃないけど、生きる上で変わってきたことっていうのはあるのかな。まあ、最初はね自分もそのプレイヤーに近い感覚でこういうゲームができたらいいなっていう部分で、もうがむしゃらにいろんなのをこう詰め込んでという感じのあれがあったけど、今立場的にもねそういうプロデューサーみたいなような立場になっているから余計だけど、どうやったらこうみんなにいろんなことがこう伝わるんだろうかっていうような、まあ変な話神話とかをモチーフにして目当てとか作ってね、神話ってなんだろうって思うとやっぱ2000年前とかにやっぱりこういう文化があって物語があっていろんな人の生き方とかね、恋の仕方とか喧嘩の仕方とかいろんな時のやり方を、まあ、ある種、まあ、教科書じゃないけどそういう役割として神話や伝説って物語って存在したんだなと思う、うん、でそういった流れの中でやっぱり代々こう受け継がれごとに受け継がれてあって、そういった意味だとメガテンもね ある種神話になってくると一番いいな、うん、一番贅沢やん、もうすごい贅沢だよね、まあ、そうなって欲しいな。岡田浩二と同行していてこうつぶやいたのが印象に残っている。僕が話すとそれが答えになってしまうからと。それは我々個人個人が導き出すものであり、それを自分の世界で体現すればいいのだ。きっと彼らは求めている。この時代において新しい断りを持つ若者の出現を。